比較的ちょっと何で冷静にこんなことを言ってるかっていうと、まあ、収束するのはねワクチンが登場することまああとは多くの人が抗体反応を抗体を持つこともう一回かからないただし、えー、菌の、えー、と変異体が多数出てこないことで問題なのはねウイルスの正体が分かんないんですよ何度で死ぬんですかこの菌はで湿度がどうなんですか湿度が上がったら死ぬんですか えー、あと、PH、強い酸とか強いアルカリで死ぬんですか、であと、株、何株っていうのは、あの株式じゃないですよ、ノロウイルスっていうのは1株を数えられないんで、1から0から50、51から100、101から150といって、えー、保健所の検査の時ノロウイルスはいませんでしたっていう結果が出るのは、えー、50株未満ですと。 いう形なんんでですすこれ固まるんですよノロはねで、まあ、何株で発症するのか1個でもペタってついたら発症するのか1個だったら潜伏期間が長いのかたくさんついたら即発症するのかわからない。でもう一つね京都議定書があってパリ条約があります。なぜ地球の温暖化も気候異変と言ってますね。 えー、株式、えっ、ー、と保険会社のロイドももうこれ以上の温暖化をしたら保険料がいくら払わなきゃいけないか大災害で保険会社が成り立たなくなると言って温暖化に反対しています。で、ちょっとこのことについてまたお話ししましょう。